おしゃれな自転車は買いました。さてそれに似合うおしゃれなウェアはお持ちでしょうか。リンリン。はい、こんにちは、森氏です。おしゃれな自転車をこの春に向けて買った方も多いんじゃないかなと思うんですけども、それに見合うおしゃれなウェアっていうのはもうご用意できてますでしょうか。まあそういった方々のためにね、実はこの我々東京ウィールズというお店ありまして、まあせっかくね自転車おしゃれなんだから、まあそれに着る服もおしゃれに決めようよ、おしゃれなウェアを自転車用に買おうよから入ってのライフスタイルの服装も全部変えてしまおうっていうのが実は僕の野望なんですけども、そういった意味ではまあ自転車の上だけで着れるもんではなくて、自転車用に買ったんだけどそれ別に普段着として使ってもかっこよくねみたいなものも取り扱いをしているというのが東京ウィルズの特徴なんですね。でその中でも去年の秋にですね、別注をかけてめちゃくちゃ売れたセットアップがあるんですよ。それがこちら、メープルというブランドの、まあ、トムキャットという素材名というか、そのモデルのシリーズの中のものをバイスクルリサーチという名前をかぶせてですね、自転車用にカスタマイズしてリリースしたこのセットアップがものすごいこの秋に売れたんですね。その別注を発表してから2週間で全部完売みたいな状況になりまして、まあ、そこから慌てて追加しようと思ったんですけども、いかんせん生地がそんなに厚くないんですね。なので冬に向けてっていう意味で追加してももう間に合わないだろうから、じゃあこの春この時期に向けてきちんとオーダーしましょうっていうことで入ってきたのが今ですね。で実はね、半袖バージョンっていうのも今実は仕込んでるんですけども、まあちょっとその辺はゴニョゴニョって感じでまだね細かく言えないんで、それはまた次第発表しますけども、とりあえず今日はこのロングスリーブパーカーとこのバイスクルリサーチパンツ、この2つをねご紹介したいと思います。はい、メープルにね別注したセットアップがこちらですね。バイスクルリサーチパーカーとバイスクルリサーチパンツということで、いきなりなんですけどちょっとこうライドスタイルのイメージをね初めにお見せしてます。こういう街乗りの自転車でもいいですし、別にまあオンロードの、まあ、カリカリのバイクでこういう格好で上だけこう外して乗るっていうのもかっこいいと思うので、まあこんな感じで、背負ってるのはねバックジャックのスキットキャットということで、たまたまなんですけども、まあトムキャットシリーズとスキットキャットのキャットっていうことで、まあキャットシリーズで全部揃えてるという感じですね。で足元はオンのクラウド X です。マルチワークアウトという言葉がめちゃくちゃ僕気に入ってるんですけども、まあ、ワークアウトいろいろなものに使えるよっていう靴なんですけどもね、まあ、そういったもので合わせて、まあ、こんな感じでちょっと外して乗ってあげるというのもかっこいいかなと。これでゴーって感じですね。メイプルさんにある、まあ、トムキャットのこうパンツとあとジャケットがセットであるんですね。まあ、それらのコレクションの名前をトムキャットという名前で呼ばれてるんですけども、まあ、それをね、ちょっと自転車向けにカスタマイズしてくれということで、このパーカーとパンツをちょっとこう自転車向けに作り変えてもらったというのがこちらのシリーズになってます。で、まあ、細かいところはね、ちょっと商品ページで見ていただいたらいいかなと思うんですけども、大きな特徴だけ。まず生地ですね。ちょっとスポーティーなシェルっぽい雰囲気に見えるんですけども、まあ、その時めちゃくちゃこうストレッチが効く素材なんですね。もうこんなに伸びる。ゴムみたいに伸びる。こっちも同じ生地です。で、すごく薄くて柔らかいので、まあ自転車とかをね、漕ぐ時のこう妨げにならないという感じになってます。で、あとここにね、こう隠しポケットみたいなのがついてるんですね。この肩の部分にこうポケットがついてるっていうのがすごいおしゃれですよね。で、僕今ちょっと鍵を実はこの仕込んでたんですけども、まあこういう鍵程度のものであれば、全然この中入れといても問題なく持ち運びができますよと。さっきね、スマホ入れてみたんだけど、スマホだとちょっとね、バコンっていう感じになるので、まあ嫌な方は嫌かなっていう感じです。多分普通にこうやって歩いてる分にはそこまで気にならないんだけど、自転車乗ってクッと重さが出るとかはちょっと難しいかなっていう感じのイメージです。だからまあ鍵とかそれ軽い小銭とか軽いものであればこう入れてという感じですね。もともと小野寺さんランとかもするんで、なんか多分小銭横に入れてランに使えるとかそういうイメージで作ってるんだと思います。であとパンツですね。パンツもですね、同じ素材ですごいストレッチ効いてるんですけども、まあやっぱりデザインがすごい良くてですね、まあこれはもともと彼らのインライン、いわゆるメープルとして出してるパンツのシルエットを踏襲してるんですけども、まあここでこうワンプリーツですね、ワンタック入っていて、ちょっとこの辺がゆったり気味になっていて、テーパードですね、こうギュッと裾に向かって細くなると。丈もね、ちょうどまあそのまま履けるようにちょっとだけ短めに設定してあるので、買ってすぐに履けるし、まあちょっとおしゃれっぽく決まるよという感じで、あとはね、こういうバックルでドローコードとかを僕らバイスクル用にはつけてもらいまして、そのベルトとかなしで乗れた方が楽だよねってことで、こういうバックルをつけてもらってます。であえてこのドローコードも少し長めにしてもらって、普段とかこうちょっと垂らす感じで履いてもいいのかなっていう感じで、邪魔になる場合はもう後ろにベルトループもこの1箇所だけつけてもらってるんで、まあ、通して後ろに持ってきちゃえば垂れないよと。であとはね、
ね、このポケットにもこだわっていて、普通にこうバックポケットポコンってつけるんじゃなくて、このバイスクルリサーチパンツに関してはこういう風にスマホがちょうど入るぐらい、こう横にこうやって入るぐらいの感じで、でここにジッパーでこうやって締めるようになってます。位置もちょうどサドルがここだとしたら干渉しないようにここで止まるようになっているので、まあ、入れたままこうやって乗ってもストレスがないよというようになっているのが特徴ですね。であとね、着こなしのポイントとしては、まあ、本当にこういう風にセットアップで着てあげても全然この生地感もね、変にこうテカテカしたナイロンっぽい感じじゃないんですね。ちょっとシェルっぽく見えるんだけどそうでもないので、スポーティーすぎないですし、逆にこれがスウェット生地でセットアップだとパジャマっぽくなるんですけど、そういう風にも見えないので、本当に何も考えずにこのセットアップで着るだけでもおしゃれに決まるというのが特徴ですね。であとこの上のパーカーが実はね、ここ今ドロー構造で僕縛ってるんですよ。これの着こなしのコツなんですけども、これね普通にするとこれぐらいこうゆったりした感じなんですね。でこれはこれで多分こういう風に着てもかっこいいと思うんですけども、下がねちょっと太めのパンツとかで履くときはこういう感じゆったりゆったりで着たりとかっていうのかっこいいと思うんですよね。あと大阪店の店長が好きなのはこういうゆったりしたのに下スキニーみたいの履くみたいに好きなんで、まあ、そういう風に着こなしたい人はそういうのでもいいのかなと思うんですけども、まあ、このセットアップで着るときはちょっとここ絞ってあげてね、雰囲気を変えてあげた方がいいかなと僕は思います。これぐらい今絞ってるんですけど、絞るとここにグニってなるので、まあ、ちょっとこうやって伸ばしてあげて、で少しこう上に上げてあげた方がなんとなくかっこいいかなという風に思います。あとここの首周りがね比較的こうちょっと緩めに作ってあるんですね、あえて。なので僕みたいな華奢な人がね、ゆるっとしたのでゆるっとこう首周り見えてるとなんか変に生々しくなるので、まあ、こういう首が詰まったもの、僕は今モックネックの T シャツを着てますけども、まあ、そういうモックネックじゃないにしても首がまあまあ詰まってるものを下に着てあげると変なこういやらしさが出てこないので、まあ、その辺のところの合わせ、レイヤードをちょっとだけ注意してあげると、まあ、かっこよく着こなせるんじゃないかなと思います。まあ、セットアップで着る場合ですね、ちょっと下に着てる T シャツだけ見せておきます。はい、こんな感じですね。夏なんかだと本当こんな感じで走ってあげてもかっこいいかなと思うんですよね。あの上に着るのは MXP ですね。今ニュートラルワークスで名前変わってますけど、まあちょっとそのブランド名は両方兵器で今うちは取り扱いしてるんですけども、まあ全く同じものなんですが、それのねモックネックの T シャツですね。スムースコットンっていう非常にこうスムースで吸湿速乾性と防臭効果のある生地を使った T シャツなんですけども、まあ、こういったものを入れてあげるとよりおしゃれに決まるかなと。やっぱり自転車向けってなっちゃうとどうしてもスポーティーな雰囲気のものに走りがちなんですけども、おそらくそういう格好ばっかりで走りたくないだったりとか、あとは普段着としても使いたいというのを考えると、こういった感じのもので揃えてあげるといいんじゃないかなと思います。で、特にもともとメイプルというブランド自体がドメスティックのブランドの中のまあおしゃれ系ブランドとして大人気のブランドなんですね。そこで作ってるものをちょっと自転車にカスタムしてもらっているので、比較的こういう日常使いする雰囲気に合いやすいんですよね。そういった意味でも、まあ、なんか自転車に乗る頻度が低い人だったりとか、まあ、自転車で乗るからって自転車したものばっかり着たくないよっていう人には最適なパンツになってるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとねそれ以外の着こなしも見てみたいなと思います。まずパーカーの方からいってみますね。はい、下をね、前回自転車通勤の回でも紹介したナポリといううちのオリジナルのパンツですね、細身のパンツに履き替えてみました。で、まあちょっとね、今自分だと多分このトムキャットって見た目ちょっとさっきも言いましたけどシェルっぽいナイロンっぽいんだけど、カットソーっぽいんですよ。本当に着てみると、触ってみるとすごく薄くて透湿性がめちゃくちゃあって、なのでもうちょっと暖かくなっても使えそうっていうのは嬉しいんですが、今3月の頭ぐらいからいきなりこれ1枚だとちょっとさすがに寒いと思うんで、まあ、上に軽くこういうエンベルを羽織ってあげるというスタイルはどうかなと思いました。で、足元はね、オンのロジャーのアドバンテージですね。僕超気に入ってます。めちゃくちゃ軽くて走りやすい、まあ、こういう感じでスタイリングしてあげるというのもいいんじゃないかなと思います。で、以前ね、なんかジェディアの方の YouTube でこのパーカーをダブルにしたダブルパーカーはありえないみたいなコメントをいただいたことがあるんですけども、まあその方はそういう風に思ってるんでそれはそれでいいと思うんですけど、今自分ね全然ダブルパーカーなんて余裕で着こなしとしてはありなんで、それがぐちゃぐちゃって変なになってないようにちょっとだけ調整してあげるっていうのは必要ですけども、まあそれしてあげれば全然 OK なんで、あんまり気にしないで着ちゃって OK です。で、まあこれで、まあ、ちょっと暑くなったら上を脱ぎましょう。でこんなイメージですね。まあさっき入ってたのは腰回りゆったりかテーパードなんだけど、こういう普通のスリムパンツでも全然シルエットおかしくないんですね。でこれがさっき言ったみたいにここをね広げたままにしちゃうとちょっとこうだらしなく、別にだらしなくないか、カットソーっぽくなったらこれもありなんですけど、まあ、僕の好みは締める感じっていうだけですね。まあ、締めた方がなんとなくシュッとするんじゃないかなと。だからまあシュッとした感じが好きな人は、まあ、締めてあげた方がいいかなという感じです。でこれ実は黒もあって、黒もすごいんですけど、ネイビーだとちょっとだけこうリブの色が少しブルーに触れてるんですよね。なんかこういったところもやっぱりなんか色合わせとしておしゃれだなと思って感心して見てたんですけども、という感じでパーカーはね結構比較的本当に普通のスウェットとかカットソーロングティーみたいな感じで気楽にすごい使えるんで、どんなパンツでも合うのかなと思うので、まあ活躍の幅は広いと。であとはまあ上にアウターを羽織る前提でも着られるし、これ1枚でも使えるしっていうところでは非常にこう使えるものになっております。したらちょっとパンツの方をね見てみましょう。
はい、パンツをちょっと活用してみようと思って着替えてみました。まあ基本はね、ストレッチのパンツで、まあシルエットも綺麗なパンツなんで、どんな格好でも合うんですけども、このパンツの最大の魅力は、やっぱこういう感じの街で着るファッションみたいな格好ができることじゃないかなと思います。ちょっとね、ファッションとか興味ないんだよって方は、もうこの辺で止めてもらってもいいかもしれないんですけども、何が魅力かっていうと、やっぱりメープルというブランドがそもそもまあファッション系のブランドなので、まあ今着てるのとそのメープルと合わせてるんですよね。で、やっぱりそういうメープルの元々のインラインのコレクションと、やっぱり合わせると合うんですよね。そういう合わせで簡単におしゃれに決まるっていうのが魅力じゃないかなと思います。こちらもなんか非常にこう少し身幅が大きくて、このようにベンチレーションとかこうついてるんですよね。ベンチレーションって自転車用語だな。ファッションではこれベンチレーションって多分言わないんだろうと思うんだけど、まあこういう感じでちょっとね、ジッパーでこう開いてこういうニュアンスつけたりとか、あとここになんか謎のブレントウッドっていう文字があって、ブレントウッドって地名ですかね、なんだろう、わかんないけど、まあこういうちょっとおしゃれなこう刺繍が入ったりとかして、街で着るおしゃれ着みたいな感じで使えるわけです。昨日はこいつで100キロライドしてきたけど、今日はこれで彼女と30キロじゃねえな、渋谷にデートだな、30キロどこ行くんだよっていう感じでできるという感じですね。で、まあこういうブルゾンだったりとか、あと下もね、これメイプルなんです。まあこのあたりもなんで東京ウィルズ展開してるんだって言われちゃうかもしれないんですけども、まあ僕が好きだからです。こういう感じでね、自転車別に乗っていいんじゃないと思うんですよね。まあ近くにね、パーッと走るぐらいだったらこういう感じで走ったらかっこいいじゃないですか。なんかそういうのも提案していきたいなと思ってて、全然自転車関係ないんですけど、すごい面白いんですよ、これ。ここはジップになってるのがまたおしゃれだなと思うんですけども、オックスフォードの生地なんですけど、普通だったらシャツになるじゃないですか。ブルックスブラザーズとかシャツになるやつが、こうビッグシルエットでここにジップがついてて、ここ面白くて、ここはね、ベロクロなんですよ。ベルクロ。面白くないですか、これ。以上。別に機能何にもない。で、ここはスリット入ってると。っていう感じで、まあ、メープルのシャツ、ブルゾンとも合わせても、こう、おしゃれに決まるよっていう感じで着れるので、まあ、こういうところでね、楽しんでもらえればなと思います。あと、もうワンコーデだけ、ちょっとファッションっぽいやつを。はい、最後はね、まあ、ジャケットスタイル。実はね、メイプルのインラインにトムキャットの生地を使ったジャケットっていうのがあってですね、これを合わせも絶妙じゃないかなと思うんですよね。絶妙じゃないかなって僕が言うのもおこがましくて、実はトムキャットのこのセットアップってむちゃくちゃ売れたんですよ。7年前ぐらいに登場したのかな。で、そっからもうめちゃくちゃずっと売れてる、もう大ヒットプロダクトなんですね。で、まあこんな感じで合わせてあげて、本当にこの合わせだったらちょっとした会食とかでも参加できそうな感じなんだけど、すっごいストレッチ効いてるのでめちゃくちゃ楽なんですね。だからまあ、例えばそういう会食だったりとか、あと旅行に行くときとか、まあ、Z セッター系ですよね。そういうときにはすごく使えるんじゃないかなと思うので、まあ、このバイスクールリサーチパンツ買った方は、ぜひこのジャケットもね、合わせてちょっと検討してみてもいいのかなと思います。シルエットもね、ほんとテーラードの、こうやって前を締めて着るジャケットというよりは、カーディガンみたいにパッと着流してあげて、でもすっごい伸びるんで、こんな伸びますか。こういった感じで着てあげるのもいいかなと。で、この辺もね、全部東京ビールズの展開ありますんで、あとね、中に着てるのはね、これもちょっと僕はもう言わずにはいられないんですけども、まあ大のお気に入りのアインシュタイン T シャツですね。こんな感じで、 Life is like riding a bicycle to your balance. You must keep moving.書いてあります。バランス取らないと人生は生きていけないよ的な感じなんですけども、まあこれをね、本当にアインシュタインが名言として、まあバイスクール関連の言葉として残してくれたと。アインシュタインって自転車に乗ってる写真とかも残されてるんで、まあまあ自転車好きだったんじゃないかなと思うんですよね。まあその彼が残してくれた名言を T シャツにした東京ウィルズのオリジナルの T シャツです。まあ夏なんかだったら本当にこういう感じでさらっと、まあ足元今ローファー履いてますけど、スニーカーとかでも構わないと思うし、まあ、本当にこれ夏でもすっごい履ける素材なんでね、本当に3月から9月ぐらいまで全然使えますんで、ぜひこのパンツとね、パンツプラス予算があればジャケットもまたこの夏に出てくるだろう半袖もっていう感じで買っていくと、まあ、トムキャットコンプリートみたいなね賞がもらえると思いますんで、ぜひねちょっと試してみてください。はい、という感じで、ね、今日はメイプルに別注したトムキャットのバイスクールリサーチシリーズをご紹介しました。気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今日の動画は以上です。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今後もね、サイクルジャージから街乗りウェア、その先僕の野望を見据えたそのライフスタイル変えちゃうぞアイテムまで含めていろいろご紹介していきますんで、見逃さないようにチャンネル登録お願いいたします。あとインスタグラムでもね、こういったもののコーディネートをね、いろいろこうバリエーションを見せていくっていうことやってますんで、買った方も買わなかった方もフォローしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。森地でした。バイバイ。はい。名前が出てきた小野寺さんね。メープルのディレクターの方なんですけども、まあ彼がね、全部デザインとかコンセプトから全部やってるんですけども、彼も世田谷の出身なんですね。で、僕も世田谷出身ということもあって、年下なんですけども、まあ馬があってですね、いろいろこうイベント一緒にやったりとか、結構ね、会社の経営歴も同じぐらいな期間があるんですよね。だからなんかそういうのでいろいろこう相談し合ったりとかしてて、まあ、非常に仲良くやってる縁もあってですね、こういった通常ではなかなかやらせてもらえない、そのトムキャットの別注っていうのができたわけなんですけども、小野寺さんがめちゃくちゃおしゃれ街で、正直ね、僕
はあんまり着ない服装なんだけど、なんか小野寺さんに会うと、ああそういう格好してみたいなって思っちゃう。なんかそういうおしゃれな人っていいなと思うんですよね。人を引きつけるというか、自分はそういう格好しないんだけど、いやでもそういう格好ありだなって思わせる人ってすごいおしゃれだなと思うんですけど、僕の中ではリスペクトするおしゃれマンであり経営者でありっていう一人が、まあ小野寺さんですね。実はね、彼ね、駒沢にスロー店舗っていう店舗をこの間出したんですね。小野寺さん自身が結構立つことが多いらしくって、週に何日かしかやってないらしいんですけども、それでもまあちゃんとお店として駒沢でやってるらしいんですね。なんでまあこの小野寺さん引いたこのメイプルとかのね世界観を見たければ、そのスロー店舗ってお店にねちょっと足を運んでみるといいのかなと思います。店をオープンする日には表に花を一輪刺すというコンセプトらしいんですね。なんでまあそのお店の前行って、その花が刺してあったらオープンしてるんだなっていうことで入っていくといいと思います。実際小野寺さんが立ってることも多いらしいので、本当にね彼はね古着とかアメリカンなスタイルとかも詳しいですし、まあ実際メイプル自体をねあのデザインもしてますんで、あの面白い話いろいろ聞けると思うんで、ちょっと一回足を運んでみてもいいんじゃないかなと思うので、ぜひあの行ってみてください。まあその時に東京ウィルズから紹介されましたっていうと、温かく多分迎えてくれると思いますんで、あのぜひね行ってみてください。